25歳の清水純一。さて日本の清水です。さあ風の強い清水がおっとひねった、うまく決めた、やりました清水。これはお見事です。前転先から前方2回宙返り、そしてひねりを入れました。やりました清水。見ましょう、そのスローです。大きなジャンプです。これからの浮きです。ああ、1回、そしてひねって。完全に体伸ばして降りてますね。ああ、これはすごいですね、やっぱり。強化の対象になるでしょうね。はい、ちょうど、ソビエトのシャカリン主審の目の前で、清水が大技を決めました。点が出ます。9.85、右上に出たのが清水の得点です。これで日本がちょっと突き放しの方に回った感じです。いよいよ。